またもや新作でございます。これロンティーなんですけども、この文言がありますが、これを見てあーあれかっていう人は日本で8人ぐらいしかいないと思うんですけど、実は歌の歌詞でして、アイルランドのラップグループがいるんですけど、その人たちがこれを、このリリックを歌っています。まあ、だいたい簡単に言いますよ、めっちゃ端折りますけど、まあ、俺はマッケンローナのあのすげえいい感じのサーブを打てるぜっていうことです。かなりあの適当に言いました。本当の意味はちゃんと調べてください。ちょっと我々今 TUTC のちょっとキャッチコピーにもなってるんですけど、ドライブはテニスカルチャーっていうのは、まあ、テニスカルチャーをドライブしていくっていう意味があります。まあ、テニスメーカーなのか分かりませんけど、テニスのこのカルチャーっていうものをもっともっとこう広げていきたいなという意味も込めて、まあ、これを、Twitter とかいろんなやつのタグにしてます。これはちょっとあえて、まあ、ちょっとこうあのラップの歌詞なので、ちょっとこう手書きなイメージにちょっとこだわってみました。でこれは、今のところロンティでしかリリースされていません。でこれがブラックと、あとは、まあ、またリッチな色ですけど、パープルになります。綺麗ですね、パープル。そうなんですよ、結構発色がいいし、それ合わせるとしたら下は黒ですか？そうですね、黒でもいいし、まあ、白だと、まあ、僕に合わせると爽やかになっちゃうんですけど、あとはですね、履いてた履いてます。新しくですね、ゲームパンツにグレーが出ました。でこれを、はい、非常にいいと思います。あとはですね、ロンティですけども、このいわゆるセカンドスカルの、ロンティブラック、そして今私着てますけど、このロイヤルブルーもあります。でこのロイヤルブルーはですね、コーディネート的にはこれ同じ上下ゲームパンツだったり、あとはショートパンツがありますけど、そのセットアップ、しかもこの長袖っていうのを、やってもらうとかなりシャレオツ野郎です。いいです、これは。なのでぜひぜひそれで合わせてみてください。よろしくお願いします。